阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、老朽化していた鳥居が50年ぶりに新築され、令和2年12月9日、鳥居の竣工式が行われ、神職らが通り染めを行い完成を祝いました。阿蘇神社のこれまでの鳥居は、今から50年前に建てられたもので、古く老朽化したことなどから、今回新築されました。 この日はまず仮の拝殿で神事が行われ、阿蘇古代神楽を奉納した後、神職らが真新しい鳥居のお祓いを行い、通り染めを行って鳥居の完成を祝いました。参道の南北2カ所に建てられた鳥居は、地元阿蘇中央高校遠州林の 樹齢119年の生の杉の木5本を柱などに使用して建てられ鳥居の高さは7メートルあり屋根は銅板葺となっています新植らの通り染めが終わると地元の人たちも真新しい鳥居を通っていました